今回は恒例になりつつある最近手に入れた中古グッズの紹介です。ではね、一個ずつ見ていきたいと思います。まずはこちらから、ちいかわのね、縁日というイトーヨーカドーでやっているコラボのくじを引いてきまして、お一人様3回までということでね、まあ、ハズレ賞の缶バッジ3つということでね、当たりましたが、台紙がとっても可愛い。缶バッジはこんな感じになっています。8割の絵柄はこんな感じ。いいですね。たこ焼き持って、お面つけて、ちいかわはこんな感じで、かき氷を食べてるんですね。めちゃめちゃ可愛い。うさぎは、じゃん。めっちゃパリピ仕様になっていて、めちゃめちゃいい感じで、可愛いですね。そしてね、くじだけではなく、ちいかわ縁日というコラボ商品も発売されていました。まあなんかくじをね、引く列と、このグッズを買う列っていうのが別で並ぶことになっていて、まあくじの列並んでいたので、グッズの方はね、ほとんど売り切れてしまっていたんですが、とりあえず買えたものがこちら。ちいかわのウッドチャームといったものがね、1個だけ残っていて買うことができました。他のね、ハチワレとウサギに関しては売り切れていましたが、まさかこのね、ウッドチャームがね、残ってると思わなくて、これはね、すごく嬉しかったです。そしてね、あともう1個。タオルですね。ハチワレの柄。タオルの柄はね、一緒、共通で、パッケージだけは違うのかなって思ってたんだけど。はい。いいですね。チーカーの、ヨーカドのコラボの、ね、マークがとても可愛いです。ほんと、容器のさ、柄にも、ヨーカドの鳥がね、ちゃんと飛んでるのもいいですね。はい。おっと。タオルの柄は、ウサギだけではなく、これですね。じゃん。かき氷食べて、頭痛くなっちゃってるチーカーと、美味しそうに食べているハチワレ。いいですね。埋まっているウサギという感じで、とても可愛い。このね、台紙は3種類あったはずなんですけど、まあ中身のタオルはね、多分一緒ですね。ここの台紙が違うだけっていうパターンだったと思います。まあこれもね、8割だけ残っていたので、8割をね、購入したんですが、よかったです。これも買えてよかった。これは、普段使いできるぐらい、結構しっかりしたタオルだったんでよかった。手ぬぐいタオルというものをね、買いました。880円でした。じゃん。柄は、みんながね、妖精になっていて、飛んでいる感じのね、柄になっています。とても可愛い。ここにもちゃんとタグでね、シールのタグがついてるんですが、ここもいい感じ。まあね、色味が青っぽい感じだったので、まあ男でもまあ、そんなに違和感ないかなということでね、こちらを買ってきました。すごくね、材質的にもガーゼのような質感のタオルなんで、乾きやすそうで、夏には大活躍しそうなタオルだなっていうふうに思います。ちいかわメタルチャームコレクション。ラインナップはこちらの12種類です。自分の推しのね、ラッコが出てほしいんですが、どうかな。あと8番のね、なんか星のクッキーみたいな食べてるやつとか、可愛くていいなというふうに思います。せーの。はい。おっと、お、栗まんじゅうだったね。栗まんじゅう先輩が入っていました。お、ビール飲んで。めっちゃくつろいでる。くつろぎながらも、すごい体勢ながらも、しっかりとビールを、ね、持ってんのがいいですね。あと、つまみの、これはチーズかな？なんだろう。スルメかな？なんか加えてますね。ああ。栗まんじゅうグッズはほとんど持ってないので、まあ、当たってよかったかな。ちいかわ、ハチワレ、ウサギはね、なんだかんだでやっぱりグッズたくさん出ているんでね、持ってるんですけど、ヨーカドで2000円購入するともらえるシールをもらってきました。これもね、3種類のうち、ランダム1種類なんですけど、まあでも、缶バッジと同じ柄だったと思うんで、まあ何が出てきてくれても嬉しいかなっていう感じです。いきます。誰が出るか。よっせーの。はい。おっと、逆だったね。はい。おぉ、うさぎさんが出ました。パリピなうさぎが出ました。かわいいですね。お次は100均で購入したものになります。まあ、ミニフィギュアというね、この、インテリアミニフィギュアというね、このシリーズ。この三角パックに入っているこのシリーズ。いろんなキャラクター出ていますけど、ちいかわ版もね、とても可愛くて買っちゃいました。ちいかわに、ハチワレ。そして、ウサギ。そして、今回ね、推しのラッコがラインナップにいたので、こちらね、買っちゃいました。可愛いですね。そして、もう一人ね、新しいラインナップとしては、モモンガが追加されています。いいですね。ということで、こちらのね、5種類を購入しました。
同じく100均で見つけたお菓子です。ちいかわポップコーンというね、バター醤油味という風に書いてありますが、かわいいですね。子供用のお菓子、このねパッケージは子供用なんですが、とてもかわいくて、全部柄も違うし、とってもかわいいなと思ってね買ってきました。あとはですね、以前開封したことがあるんですが、こちらのね集めてシールガムというね、こちらを購入したのと、あとねブックマークコレクションボリューム2というね、こちらですを購入しました。第1弾はね買ってないというか存在を知らなかったんですが、ボリューム2ということで、ね、こちら第2弾です。じゃあね、シールガムの方から見ていきますか。お、なるほど、こうやって入ってんだっけ。いきます。1枚目、サウナのシーンですね。かわいい。2枚目、お、逆になっている。はい、全員絹だ。全員絹だ。こんなシーンあったっけ。あれすげえ忘れてる、覚えてないな。激辛カレーを食べた後に撮られた記念写真のシーンですね。かわいい。そして、おお、どっかのシーンだけどパッと見で思い出せないな。最後は、はい、白米。かわいい、モモンガが5枚目でした。これはどうだったかな、全部持ってなかったような気がするんですけど、全部持ってないシールな気がしますけど、どうだったかな。はい、2パック目いきます。2パック目せーの、はい、おっと、栗まんじゅうが見えています。栗まんじゅう1枚目、2枚目、シーサーかなこれ。あ、いいね、勉強してるシーンです。3枚目は布団なのかな、床なのかな。パッと見で思い出せないな、中華割って。はい、お次は8割かなこれは。はい、お、いいね、かわいい。あー、かわいいな。とてもかわいいけど、なんか見覚えがあるようなないような微妙なところです。はい、3パック目、はい、あ、このシーンまでシールになってる。ヤマンバだっけ、なんだっけね、罠引っ掛けた張本人がおもてなしをするというね、ちょっとサイコパスなシーンです。2枚目、これは鎧さんなのかな、シールが。おお、で、おお、いいじゃん。ハロウィンの時のね、モモンガの書き下ろしですね。かわいい。お、最後の一枚見えてる。やった。推しのラッコ師匠のシールです。かわいい。いいね。水風呂入っているシーンですよね。かわいいな。最後は、ラッキーアイテム、四つ葉のクローバー。おっと、四つ葉のクローバー持ってるが、恥ずかしがってるシーンなのかなこれは。食べ物としてもね、一応ね、食べ物も購入しまして、じゃん、チャリメラ、これ5パック入りというね、こちらのチャリメラもね購入最近できました。こちらもね存在は知っていたんですが、売り切れなのかね、全く買えてなかったので、無事ね最近スーパーで買うことができてよかったです。中身のね個包装の袋に関しても、これはね8割であったりとか、これがね、栗まんじゅうとチーカーだったりと、パッケージがね、一応4種類ぐらいかな、入ってまして、これがね、うさぎ版ですね。うさぎ版があって、あとね、チーカー単体は、こちらですね。片手持っていきます。で、ラストも、このチーカー単体、2個入っていましたが、だいぶ人気あったのか、再販的な感じなんですかね。無事買えてよかったです。じゃあラストですね。今度こそラスト。ブックマークコレクションチーカーボリューム2です。ラインナップがね、まさかの32種類もある。すっごいありますね。チーカーとかハチバレ、ウサギに。ラインナップはね、他にも、あの子とかあるんだよね。もう可愛いな。これ欲しいな。自分の推しはあの子とラッコなので、どっちかが出てくれたらいいですけど、今回3つしか買ってないので、しかもこんな32種類もあると思ってなかったので、ちょっと当たる確率としてはね、かなり低いと思うんですが。いきます。1個目。せーの。はい。おお。まさかのパッケージのチーカーちゃんが出てくれました。
お泊まりした時のやつ。お、ちょうどしかも泊まった時のシールだったんだ、これ。このシール。お泊まりのシーンのシールですね。ここだったんだね。はい、2枚目いきます。はい、2パック目は、せーの。はい。おお、またもパッケージにいるウサギが出ました。垂れ耳のウサギで可愛いですね。絡まっちゃった的な感じかな、これは。絡まってて、無理やり取ったからちょっと伸びちゃったみたいな。可愛いですね。だからラスト、三つ目。いきます。せーの。はい。はあ、やったあの子出た。やったー、可愛い。結構なんか残酷な感じの絵がありますけども。可愛くていいね。やった。まさかの、今日はめっちゃいい日ですね。推しがちゃんと出てくれました。で、シールの方もさ、まあ、ちょっと変な顔しちゃってるけど、ラッコが出てくれてめっちゃ嬉しい。はい、ということでね、今回もいろいろ中華グッズ買っていますが、まだね、今後も可愛らしいグッズがたくさん出ていくと思うのでね、またね、手に入れたらまとめてグッズ紹介したいと思います。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。